の開拓者の協力によって列海の活動は最小限まで抑えられ、世紀の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリイロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。元凶。はい、将軍様。この後かの者をちゃんと見張っておけ。は。私を覚えているか。ああ、人は五人、代価は三つ。軽減、その中の一つは貴様じゃない。人は五人。少し待て。今行く。ほら、言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。さ、廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに、だってさ。うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。あ、大丈夫。炭鉱は時間を守る人よ。もし遅れるのなら、きっと何か原因があるはずだわ。炭鉱の状況は少し特殊なの。私たちはできるだけ彼を守りたいのよ。ヤリイロ6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょ。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。ほら、うちの言った通りでしょ。朝起きて炭鉱を見かけなかったら、その日の半分は会えないんだよ。わかんない。正直言って、航路会議をやる意味って、あんたがよく言ってる団結力を高めるっていうのと同じことだと思うから、参加しなくても大丈夫だけど、姫子はみんなに参加してほしいみたい。あれ、よく考えてみると、アーカイブを管理してるのは炭鉱だし、次の目的地についてきっと詳しいよね。姫子と妖おじちゃんは当然知ってるだろうし、つまり分かってないのってうちとあんただけじゃん。 We made a choice, go fight! ほら、うちの言った通りでしょ。うん、前に何かすごいことをして、今はここぞの力ある勢力に追われてるらしいよ。多分その勢力って先週同盟かガーデン・オブ・リコレクションじゃないかと思うんだよね。カンパニーは除外できるはず。うちカンパニーの指名手配リストを見たことあるから。うちの予想だと
ガーデン・オブ・リコレクションかな。彼がミス・ヘルタと熱心に交流しようとしてたのを気づいた。ミス・ヘルタと彼らが対立してるのって有名で、敵の敵は味方だからさ。ほら、うちの言った通りでしょ。朝起きてタンクを見かけなかったら、その日の半分は会えないんだよ。意外なことならまだまだあるよ。あんたは来たばかりだからわからないだろうけど、長くいると列車に乗ってる人が全員なんだか変だって気づくと思う。何その目、うちだって変わってるでしょ。うちは過去を全部忘れてるんだよ。変な過去が一つもない記憶喪失者に会ったことある？うちは自分で自分の過去を10個くらい考えてるよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、バッカ。あら、いいタイミング、皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね、天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきこと。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っている。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その選手が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。
私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしては出来すぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて泉州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、タンコを呼んできてちょうだい。から聞いた。他の選手ならまだいいが、ラフとなると俺はいけない。俺はラフに足を踏み入れることを禁じられている。
ラフが治めし地、足を踏み入れるべからず、こう宣告された。もしお前たちが行くのなら、俺は同行できない。俺の記憶の中の選手は今も壮麗なままだ。うまくいくことを祈っている。大丈夫？タンコ、美月ちゃんから話は聞いたかしら？問題ない、状況は理解した。よかったわ。じゃあ先ほど起きたことについて、今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで選手に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。3対2、賛成の方が多いわね。選手に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが選手に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって その辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする、タンコ、あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼女と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標、先週へ出発。まもなく跳躍が始まる。ゴー。4、3、2、1。わあ、これが選手？ヤリ色シックスよりずっと大きい気がする。選手陣にとってはこの泉州が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないユリカモ。だが長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。それが泉州同盟だ。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。タンコ、本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこそラフクッポン。絶対へ接続をするまでお待ちください。ください。家に帰ってきた気分にでもなった？どうしたんだ？信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。
本当に泉州で何か起きたんじゃ。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お、ください、ください。まだ自動信号なのか。そうよ、ずっと繰り返してる。な、繋がったわ。魚介、今開けています。泉州同盟ラフを表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者に繋がった。いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう、姫子。列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。別に怠けているわけじゃないわよ。列車には処理すべき仕事がいっぱいあるから、結構忙しいの。出発前の準備を忘れずにするのよ。今回は陽おじちゃんの実力をその目で見れるわね。彼と一緒なら何も心配することはないわ。じゃあ頼んだわよ。泉州に行ったら十分に用心しろ。泉州に関する情報をまとめておいた。役に立つといいが。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは、食べることばかり考えないでよね。綺麗な場所の写真だっていっぱい撮らないと。性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えい、えい、おー。ああ、どこかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。陽おじちゃんどうする。玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、陽おじちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう、警戒を怠るなよ。
傷が深い。喋るな。なのか、六層氷を使って傷口の緊急止血を凍傷させないようにコントロールに気をつけてくれ。任せてよ。先ほどまで近くで激しい戦闘があったようだ。道中に生存者がいないか注意してくれ。俺に構うな。この先に。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。気をつけろ。見たことのない生物だ。幼児ちゃんの指示。私が怖いの？あの世に送ってやる。おやすみ。鬱陶しいわね。誘ってないけど誰かな。ラン、戦闘準備。自分の意志で結末に